東福省東福省は、新朝末期の軍人、イスラム教徒。官宿省、方、元出身。字は星後。1862年に、官宿、先生省発生した、海民放棄に、父と共に参加して一軍を率いて安価を占拠したが、竜松山とおいの近藤に振って、東阿佐三英を組織、放棄を鎮圧する側に回った。1875年以後、 ウルムチ砲団など西域各地を平定し、その功績によって1890年にはカシュガル帝徳、翌年にはウルムチ帝徳に任じられた。信能なし、ただよく外人を殺すのみと述べるほどの徹底した排外主義者であり、墓術の政変では、栄六と共に高所邸の遊兵を図り、その功によって北京の武衛軍に招かれて、彼の率いる官軍は遠征外の武憲軍。 上司生の武武士軍と共にその主力を成した。義和団の乱では主戦論を唱えて北京の公使館包囲軍の主力となり、日本公使館の杉山明初期官やドイツ公使の殺害も彼の敗下によるものであった。日本など八カ国連合軍による北京から落後に生太公、公所帝とともに北京を脱出している。日本や欧米列強は東北省を 戦争犯罪人として処刑するように求めたが、李工省は彼を殺害すれば、彼の手で安定していた、再域情勢が不安定化して、欧米列強の権益にも悪影響を与えると解いて、金庫に止めた。1908年に没死した後、彼の息子は銀40万両を国家に納めることで、父の名誉回復を果たした。ありがとうございます。